護衛艦伊豆、元、最新型イージス艦ハグロがインド太平洋方面派遣に出航する中、日本でも F-35B 戦闘機の配備が本格化される2024年度。中国の軍事力拡大により、世界は大きく変化しています。護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験も開始間近に迫る中、今回は、伊豆も片護衛艦の役割として、空母と強襲揚陸艦の違いについて、詳しく見ていきますね。中国では、無人機空母が誕生している状態で、日本はどう対処していくのかも気になりますが、中国経済は破綻間近、秒読み段階です。近平終わり。空母といえば、ニュースなどで、たびたび話題になりますよね。そのおかげで、形状をイメージできる方もたくさんいらっしゃるでしょう。実際、アメリカ軍横須賀基地には、2011年の東日本大震災で友達作戦でも活動した空母ロナルド・レーガンが配備されているので、テレビなどの映像で目にする機会も多いはずです。では、強襲揚陸艦はどうでしょうか？この艦艇は、形こそ空母に似ているのですが、空母のように注目される機会は多くないようです。目にする機会が少ないからでしょうか、強襲揚陸艦を空母と思っている人もいるかもしれませんね。今回は、似ているようで全く違う空母と強襲揚陸艦について見ていきたいと思います。改めて説明しますが、この2つの艦艇は、どちらも同じようなフォルムをしています。航空機を運用するためのフラットの甲板を持つ大型艦艇ですが、実際には、船の構造も役割も全く違っているのです。2つの違いを一元で表現すれば、空母が敵を攻撃するための航空機用の洋上基地としたら、強襲揚陸艦は、敵前に上陸を行う部隊の洋上基地ということです。強襲揚陸艦の特徴は、揚陸艦隊の指揮艦でもあり、ヘリコプター強襲艦でもあり、ドック型揚陸艦として、夜貨物揚陸輸送艦の機能を併せ持っているということでしょう。つまり、複数の艦士の能力を、極力、この一隻に集中させ、汎用性を与えることによって、あらゆる作戦に柔軟に対応できる艦船になっているというわけです。さらに、敵の反撃を受けても、兵力、車両、装備などのバランスを崩すことなく、強襲揚陸艦たった一隻でも上陸作戦を展開できるという自己完結能力を備えているのです。こういった性能を持っている強襲揚陸艦は、揚陸部隊が搭乗できる居住スペースのほか、ヘリコプターやティルトローター機などの航空機を離発着させるための全通型甲板、飛行甲板、それらを修理、収容できる格納庫があります。また、艦内で揚陸部隊を運用、支援するための車両を収容するスペースもあり、揚陸用舟艇やエアクッション型揚陸艇を搭載、艦内から、兵員や車両などを乗せて発進できるウェルデッキも設置されているのです。これに対して、空母は、艦載機の運用に特化した艦なのです。21世紀に入ると、テロや紛争が世界各地で起き、それを仲裁して監視する国連の平和維持活動 BKO、平和維持軍 BKF、湾岸戦争やアフガニスタン紛争のようなアメリカ主導の多国籍軍による軍事作戦、世界各地でしばしば発生する大災害支援などの活動には軍が投入されることが多くなってきました。外国の地に軍事力による影響力を及ぼすパワープロジェクションは世界の警察官を辞任していたアメリカ一国だけのものではなくなっているのです。以前はパワープロジェクションといえば世界一強力な軍事力を背景として外国に干渉してきたアメリカの専売特許という感じでしたね。良くも悪くも自由主義の危機と判断したら様々な国へ干渉し内政干渉だと非難されることもしばしばでした。ところがここ最近は自国以外の国に軍隊を派遣し力を行使軍事力を行使する国が増えてきたのです。古くは湾岸戦争、ごく最近はロシアのウクライナ侵攻でしょう。こういった背景を受けて近年需要が高まっているのが揚陸作戦用艦船です。正確に言えば兵員やその資材、武器や車両から
燃料などの消耗品を含むを搭載して海外に展開し、部隊を揚陸できる艦船というところでしょう。空母は用途が限定されますし、保有するのにも経費がかかるので、不経済だとして所有しない国が多いようです。対照的にマルチ任務に使用できる強襲揚陸艦やドック型輸送揚陸艦などの揚陸艦を持って使用している国は多いのです。実際の運用体制としては、空母は搭載している艦載機、空母を護衛する複数の駆逐艦などの水上戦闘艦、潜水艦、給油艦や補給艦で構成される戦闘部隊を編成するようです。規模にかけても軍事力でも世界一であるアメリカ海軍艦隊を例にとってみましょう。日本では持つことができない原子力空母とその艦載航空団を戦闘部隊の主力として編成。空母は洋上で航空兵力による強力な攻撃力を有し、他の艦艇は空母で構成されるグループの一員として艦隊を防護、支援する任務を受け持つということです。こういったグループが空母戦闘群と呼ばれるものです。1991年、平成3年、旧ソ連は崩壊しました。鉄のカーテンがなくなり、共産主義が自由主義に負けたとも言われましたね。いずれにしても、世界を二分していた冷戦は終結を迎えました。これによって、米ソのような二大勢力による決戦の脅威がなくなったと、多くの人々が胸をなで下ろしたことでしょう。軍備の削減を進める国々も増えてきました。そして、空母の決戦兵器としての役割も薄れてきたのです。しかし、世界大戦こそ起こりませんでしたが、世界各地で地域紛争やテロが頻発するようになり、それに対応するため、また、近年の中国の海軍力増強や、海洋進出が大きな脅威になっているため、再び、洋上決戦兵器としての空母の役割が大きくなっていると見られます。21世紀に入ると、アメリカ海軍は大改革を行い、保有していた大艦隊をスリム化する一方で、ハイテク化を進め、精密誘導爆弾を含む攻撃力、各種センサーによる情報収集能力、デジタル、データ通信システムなどによる兵器の運用能力などを飛躍的に向上させました。これによって、原子力空母を中心とする空母戦闘群は、強力な攻撃力を持つ艦隊、任務部隊へと変化するとともに、名称も2006年頃から空母打撃群と改称されました。アメリカは、現在、空母打撃群を複数保有し、常に洋上に展開させています。つまり、いつでも世界の海に進出できるということであり、陸上へも力を及ぼせる軍事力を持つことを誇示することによって、アメリカの立場を示す任務を担っているのです。一つの空母打撃群の戦力は、小国家の軍事力に匹敵するとも見られているのだとか。ちょっと前は、世界の警察官を辞任していたアメリカで、すから、その立場を示す必要があるのでしょう。アメリカ海軍のことを紹介しますね。この海軍では、空母打撃群に匹敵する規模の遠征打撃群も保有しています。特徴としては、揚陸作戦を含めた地上戦を主とする海兵隊と、海上での対空戦及び追水上戦を主とする海軍部隊を統合し、マルチタスクに対応できる部隊ということです。アメリカ海軍では、海軍の揚陸隊と海兵隊の海兵遠征隊は、出撃命令が下れば即出撃できるようにペアとなって、待機しつつ緊急出撃態勢で待っているのです。出撃命令が下ると、揚陸艦3隻に海兵遠征隊を乗せて揚陸即応軍として展開します。ここに、水上戦闘群と攻撃型原潜が加わって遠征打撃群となるわけです。この二つの運用上の違いを説明します。遠征打撃群は、湾岸戦争のような大規模戦争の際に編成され、通常は、揚陸即応軍が任務に当たります。名前の通り、海外への派遣に運用される部隊なのでしょう。そして、アメリカが、世界のどこかに軍を派遣しなければならないとき、使用される部隊の一つが揚陸即応軍なのです。この部隊は、出撃命令から5日以内に、地球上の3分の2の沿岸海域に展開可能で、
6時間以内には水陸両用作戦を実施できるという恐ろしい高スピードの機動性を持っていると言えるでしょう。海兵遠征隊は海兵隊の作戦任務部隊としては最小規模です。人員は最大2200名で、地上部隊と航空部隊、そこに兵站部隊が加わって統合作戦が可能になるという独立した作戦遂行能力を持っている部隊です。